これはですね、フォルクスワーゲンのプレミアムコンパクト化がポロで、弟分のルポのような丸め4気筒が印象的なフロントサイズに、6ライトウィンドウとした2分の4通りギアバーチが強すフルボーグラートボディは、仙台より全長で140メートル、高さが55メートル、最大大型化されているんですね。でエンジンはオールアルミ製となる75馬力、12.8 が 1.4 ミリ直四 DOC、サスペンション、フロント、ストラット、リア、投資オービル式トレーニングアーム、シングルグレード展開に2ドアと4ドア、480の運力見合わせとなった。リアシーターはダブルフォールディングとキルベンディス可動式を採用、AA の FMD デッキ、プラス8スピーカーやセミオートエアコンを標準とし、オプションとし、マルチメディアステーション、NNS、DVD ナビ付きやステリングルーフワイヤル、安全設備と電車、デュアル&サイドエアバッグ、EBD、電子制御式レーバー用システム、付き ABS、ESP、エレクトリックラビュー、スタビライゼーションプログラム、ブレーキアシスト、フォースリミテーター&デッシュナー付きシートベルトを標準設備、盗難防止設備として、イモビライザーが整備されているんですね。で、ミーハンドの2003年4月から、フォードアレザーシート、カーメケスターリング、ハンドブレーキグリップ&シフトの棒セットにしたレザーパッケージ、まあ、当時16万円だかをしたんですが、まあ、それを選べたということの車ですね。まあ、なかなかこれもこれで、まあ、特徴的な車でね、これは誰か丸めに気筒になったと思いますけど、まあ、なかなかこう可愛らしくていい車ですね。これは元々私買った時箱がついてたんですね、これで、まあ、箱といってもまあなんでドミカでいうとこのブリスターみたいに近い箱で、まあ、中がすぐ取り出せるようなタイプになっていてなっているやつだったんですね。でそれの中に入ってたんで、まああんまりこう走行距離も走ることもあんまりなかったから、まあ、非常に綺麗な、状態でね、なってたということは、まあ前の持ち主の人もまああんまり遊ばなかったのか、それともまあそうですね、大事にしていたんではないかなっていうところがあるのではないかなという感じの車で、まあこれも魅力的なね、まあ車としていて、まあ非常にいいなっていうふうに感じた車で、色合いもまたこの青い色合いでね、それがまた素敵でいいなと思った車でございますね。というわけでどうもありがとうございました。